ゴールドさんだと思われるのも尺じゃん。いや別に上がったら上がったで変えたら確かに別にいいと思うっすけどね。あんな自己主張強やったらクラン作んなよと言われたら。確かにレース使っていい。いや何でもよーはーい。あれ反応してる。いや反応はしてるんですけど聞こえないですよ。いやいいのかな。うん、ゴンベの右にあれ出てないよ。あのあーでもあのスピーカーマーク、スピーカーマーク本当っすか。うん、まあいいや、どうせ3人だし2人でやるんだったら弊害出るけど確かにな。ハーマー取ってんじゃん。取ったんすよこの間、先週頑張って2300出ました。ローバだけこれ XBOX の最初のやつやったら、うん、相手弱すぎてなんか3000くらい出て、うん、ごめんなさいって。すごっすげえで相手あって歩いてたりすんだもんたまに。あーまあそうか、そしょうがないよ。だって俺赤ん坊手ひねっただけだもんずっと。エイペックスを初めてやるプレイヤーか。とかすよきっと。で知らなくて最初エピックと紐づいてるから。そうだよね。そのうち、うん、あの PS4 のやつに引っ張られたろうから違うんですね。仕事っすね。ここいなくね？いなさそうっすね。ミラージュのデコイだと間違えそうですね。普通に歩いてたら。こっち行こう。PS4 買った方がいいっすよこれ。なんか全然違え。こんなんだっけみたいな PS4。へえ。こんなのっぺりしてんだ。紫アーマーが見える。でも今の聞いたらさ、俺 PS4 でこの気づいてきたこの蓄積がなくなっちゃうの嫌だなと思う。いや、それ絶対ないっすよ。絶対アカウント引き継げるってなんか。あ、いや、あ、引き継ぎっすか。引き継ぎ。いや、多分 PS3 から PS4 はいけます。じゃあ PS4 から PS5 はいけます。ただ、あ、それはね。それはいけます。XBOX はちょっと戦績別で、うん、まあでも忘れてたら。まあね。全然いいっすけど。だなんか初心者とマッチングするのは申し訳ない。まあ確かにな。初狩りになっちゃうもんか。何にも面白くないじゃん。勝ったでしょうね、みたいな。最近、ローバがすごいお気に入りで、ずっと立ててんすよ、これを。いや、その、銃弾をさ、無限に拾えるって強すぎるよな。はい、そうですね。死ぬほど拾ってますよ。本当は飛んでた。いいものゲットしちゃった。弾使い切るほど撃っちゃったことあんまないんですよね、このゲーム。ハンマー取ったときちょうどあれだったんですよ。あれ、ヘビーアモでスピットファイヤー。うん。弾超なくなって。スピファーなぁ。最終戦で、あと、アーマー抜けるとか、範囲外のやつの。あ、なるほど。そういう組み合わせで使うんですね。そうっすね。それで、最終戦で例えばじゃあ回復足りないとか、そうしたときにもうバーンって出しちゃって、みたいな。あとあれだよね、最終局面の打ち合いとかの時に。そうですね、その時に結構。狭いと、デスボがいっぱいあるから。それは強いよね。スコープを発見。スナイパー用よ。ジャンプドライブを設置。なんて平和な場所なんだ、ここ。鳥のさえずりも聞こえるよ。もう今 86% 溜まってますからね、俺これ。早っ。めっちゃ早いんですよ。強化されたな、ローバーも奥端も。なんか新キャラ弱いけど、その理由をなんかスタッフが話しましたね、ずっと。へぇー。最初から強くしちゃうとダメなんだみたいな。だからちょっとずつこう、弱いっていうとこからちょっとずつアップデートしていくっていう。うん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 。格ゲーはなんで見習わねえんだ。急にすげえ強いぞ、ここに。あぶね、落ちる。あ、はい。どんどんそうやってインフレしていくもんな。いや、でも、その新キャラが弱かったりすると全然技にならないんで、あの強くあってほしいです。ちょっとは。ああ、なるほどね。なんか、ストリートファイター5、今度、新シーズン来るんですけど、一番最初のキャラクターがダンなんですよ。わかりますダンって、あの。何、ダンって。なんていうの、ギャグみたいなキャラ。ギャグみたいなキャラあの、サガットに親父を殺されて、苦衷に燃える。ああ、知ってる。画道剣つって波動剣じゃないんですよ。なんか飛ばない波動剣を撃つっていう。
ていう、まあ、ネタキャラなんですけど、でそのあまあ、あの弱いキャラなんですよ。なんか元々はパロディキャラなんですけど、まあ、そうだよね。そうそうそう、でなんかそれがなんか新シーズンの一段目に来るってなって、みんな全然話題にしないですよね。どうせあのなんか競技シーンで使わないじゃんみたいな。でもダンが強すぎたら見た目悪いじゃん。まあそれはそれで面白いっていう人もいるんだろうけどってことだね。ゴーキーは毎回強いし、でもまあ見た目あんな感じだから。ゴーキー強くなかったらやんないよゲームみんな。強いとは言えてますよ。まあまあなんかちゃんと制約あるんで、強い代わりに体力少ないっていう。いやゴーキー強くなかったらやりたくねえもんな、ここ紫アーマー、はい、あとこれ、あエネルギーは使ってない俺。これも使ってないですね。あれも使ってない。え、ヘビーアモめっちゃみんな使ってんじゃん。あ、俺ヘビーアモ320発あるんで、欲しかったら殺すぞお前。まあローマだから320って、ふざけ倒せよ本当に。で、ここなんか回転してんだよ、なんか打ちにくいんだけど。ショッピングでもしましょう。はい、ありがとう。バックパックがないといないのか。いいものゲットしちゃった、うん、私がついてるわ、安心です。あ、ごめん、誕生日おめでとう。あ、おめでとうございます。ヤマクエさんもですよ。そう、なんかわざわざメールくれてさ。あ、めっちゃ走ってますね、めっちゃ走ってますね。はい、やろうぜ。誕生日嬉しくないからもうね、なんか祝ってもみたいな感じちょっとありますもんね。あるある。おめでとうってちょっと煽りかみたいな友達言われて。煽ってるわけじゃないんだろうけど。そうそうそう、なんかね、あんまりこうおめでとうって言われてもあんまピンとこないよね。確かに。やばい。おめでさん、誕生日おめでとうございます。うるせえぞ、殺すぞ。撃たれてる。上で撃たれた。上の階にいます、このほら。そんなこの上マジか。どこ真上、うん、この回転する塔の上です。真上です。これなんか横から登れないんですか。これ登れますよ。登れますよ。このくるくるしてくるくるのとこ。あ、足をするね。めっちゃする。やばい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 。やめてやめて、ちょっと待って。やった、一人やった、一人やった。これこのなんだ、この出っ張りみたいなやつ。あ、終わった。なんすけどライフラかな。起こしてるな。ちょっと待ってください。俺も押さえてて。引こう。オッケー。ああ、だよねー。頑張れ。当てろ。よし。よし、行こう。とりあえず、進んでよ。ちょっと待って。ポータル引く。よし。はい、入って。はい。ライフラなんだよな。ごめん、耐えて。オッケーです。よし。あえて全員。まだなあと。復帰してる？いや、もう一人格殺入れてるんで大丈夫です。おお。マジ許さねえ。誰に喧嘩売ってんだあいつらマジで。殺そう。マジで。待って、シールドをリチャージする。一人ダメ入れたもんな。います？いないか。うん、いましたかね。上かな。いなくなっちゃったっぽいな。いなくなった。上もいないっすね。じゃあ、まあ、全員紫アームになったしな。プラスに考えよう。レプリケーターが接近中。いいものを作りましょう。あ、あのさっきの裏のとこに、ここにあのブラックマーケット取ってなければ。はい、これ何取ったっけ。マスティフか。はい、日向やった。ライブだ。ありがとうございます。
まあ足音もしないね。こっちもいないかもな。どうやって引いたの、あいつら。中でライフラーがいるから耐えてる可能性もありますね、外で。もう深追いしなくていいな。エリア向かうか。いくらでもいるだろう、敵が。このエリアを偵察しましょう。殺そうぜ、どんどん。了解。で、レプリケーター一切見ないんだけど。レプリケーター？うん。カジュアルってレプリケーターないの？俺はありますよ。あるよ、あるよね。一秒も見てないんだけど、マジで。さっきんところにありましたね、でもね。え、嘘、なかったよ。だけど、ブラックマーケットのところに。あ、嘘。ちょうど、近くにありましたよ、多分。開けば、わかりますよ。ほんとだ。中に二つあるの。ほんと、俺、紫バッグ、あ、痛い。ここいます？リングは遠くない。あ、ここにこれバーンと。ショッピングしたい人はいる？これってバレる？ああ、バレます。バレる。ドカーンみたいなこれで。バレるけど。あと30秒で次のリングに行かないと。一度バレる。倒れたら置いていくわよ。だからといってどこにいるかっていうところまではあんまり分かんなかったり。車あった。これ車ってなんか乗っけれます？うん、ガスとか乗っけられますよ。 ライフラインの回復も乗っけられます。あー、何の意味か。あ、いや、回復すんのか。そうです、攻撃からターンの回復。あ、さっきのジブラルタルだ。金アーマー持ってるんで多分そうだと思います。あいつら二人だよね。じゃあそうっすね。ウルト投げます？いいか。いいよ、投げてもいいかもしれない。お任せしますよ、カジュアルだし。これ巻いちゃうと前に行けないだろうみたいな。なんかわかんない。でも味方は味方、俺たちは大丈夫でしょ。鈍足の効果だけなんで。そうそうそう。意志が。あとここは結構上に建物あるんであんまり意味ないかも。気合いね。俺たちがこの建物の中に入るためには必要。まあまあまあ。悪くはないです。押し込んだぞーっていう。でもこれ1秒早くなっただけでも全然違いますね。あれ、溜まるスピードで。いや、爆発する。あ、そう、爆発か。めちゃめちゃ違う。めちゃめちゃ違うよ。めっちゃ遅かったもん。いいっすよね。刺さってから、ちょっとでボンだから、逃げれないんだよね。場所が悪い。相手を逃がす用っていうよりか、結構がっつり攻撃用に攻めに転じれるようになりましたよね。牽制とかっていうよりかは。めちゃくちゃダメージが期待できるか。めちゃくちゃ攻めます。こっち行きます。あそこだね。でも今ジブが強いからな。いや、マジでジブ強い。そう、本当に。マジでジブ環境だもんね、今。そう、なんでバンガのウルトが刺さりにくいっていうのは若干あるから。まあ、それでも、バンガ自体は強いです。落ちないですよね。びっくりしたー。たまーに落ちるから、ほんと怖い。さっきのジブこれ。オッケーでーす。これ一応こっち側から左展開してます。そこは、ああ、攻めやすい場所ではあります。あの場所は。投げもんね、最悪。上からの、こっちこっち。ああ、まずい。しないと踏んで。あそこでもエリア入ってないから。がっつり中の上取っちゃうのもありですね。レプリケーターありましたよ、ここに。はい。いや、どの道、俺、あれがね、素材がね。はい。回復でも取ればいいんじゃないですか、ここで。こっちにいたいんすか？なんかこっち強っ。回復なんも落ちないが。投げ物欲しいな。投げ物はこんな感じです。うん。取った。いるんだよな、バカが。おめえら誰か死んで俺に紫バッグよこせよ、マジで。車ないと上上がれない場所ありますよ。
もうそんな解析されてんの？どこでやってんの？面白か？うるせえな。上っすね。うるせえな。でこいや、泥道そっちやっても後ろから俺ら挟まれるから、そうなんですね、こっちらやんないと、こっちらやんないと。あ、ここに。ジブラルタルの。なんでここにいたのか、お前。うわ、回ってきた。最悪。どうした？ジブラルタル。逃げてきまーす。とりあえずジブラルタルだけ！やめて！やめて！危ない！めっちゃ引きました。危ない！わー、すいません。え、嘘！ああ、よく当てるなそんなことある。自分の格殺だけ入れば。ゴンベ死ぬほど頑張ってんの。いや、あそこでうまく当たっただけっすよ。くしょ。やっぱダメだ。打ち合いに行かねえとわかんねえ。いやもうあれ行った方がいいな。どんどん行った方がいいっすね。あんななんかうろちょしないで。先の方行った方がいいな。押してって。うん、結局どっちから来るか分かんなかったじゃん。いやそうなんだよなぁ。でもあの下からぐるって回られたのか。そう、多分場所がちょっとバレてて。あのジブうぜぇ。あのジブやったんだよな、一回。俺も二回目落としたんですよ。だけどライフラだったんで生き返らされちゃったんですよね。そうだよなぁ。ライフラ仕留めときゃよかったっす、本当に。プレゼントするかって、すべてをもっとプレゼントする。準備 OK。 さあ行くよ。いや、さっきやってた気がしたけど、なんか消えてる。なんでや。この先には勝利が待ち受けている。多分俺の方はフレームレートが高いはず。でもあんまり変わんねえ。やったー。回数が変わんねえ。これ今回のチャンピオンです。お前が俺を認識した頃にはフレームレートだけだよ。多分お前はこの様子なんかね。私はジャンプマスターよ。あ、でもこれやっぱり Xbox やったらめっちゃ綺麗でしょ。 Xbox シリーズ X。 ああ、全然違う。これ Xbox なんですか？これは今 PS4 プロです。これはベースを。なるほど。 PS4 プロプロってじゃあもう全然買い物なんないですね。ここでこうくるくる回してもあのなんだ、全然フレームレートが落ちないし、あとなんかこんなにのっぺりしたいかなって。綺麗。あー、ここ2パイいますね、多分。こっちね。オッケーでーす。住宅街行って。なんだかんだ言ってあんまやってないんだな、ここ。このマップの評価はいいんですか？俺は好きだけどな。俺も好きっす。平坦が多いんですね。ターンとかが強いって感じですね。そう、それが。G7 とかめっちゃ強い。G7 と、チャーライト。スプルテイクとかが強いですね。フラットライン。フラットラインなんか今好きな人多いらしいです。いや、フラットラインマジ強いから。あ、その辺紫アーマーありましたよね。あったあった。よかった。何が強いんですか、ちなみに。一発まず20ダメージが20ダメなんで。あ、ダメがでかいのか。そう。で、あと。ただ、リコイルが難しいっていうだけなんで。なんか横にぶれますよね。これ。そうそうそう。だからなんか、レレレ打ち。してたら別にちゃんとできてる。なんかリコイル意識しなくても。おお、めっちゃなんかあるよ。ここにもあるよ。あれなんかどっちかっていうとコントローラーの人が結構使ってるイメージだね。そうそう。真ん中の方寄ってブラックマーケット出しますよ。おお、いこの辺かな。カットって言っても、いやこれなんかこれムームさんだけど、オートエイム聞くに聞く聞かないもなんかスコープあるんですよね。スコープによるっていう。ああ、4発じゃ効かないです。6バイト。24までだよね。そうですね。1、1、2、2、ここにいます。2、3、2、4。そういうのがあるんですよ。弾はね、希望じゃんしかない。いや、火力はきついなぁ。それで行くか。だからスナイパー戦は結構、石の方。あの上っすね。
いや、武器用ね。ブラックマーケットから取らなかったんですか？ブラックマーケットの武器が上。取られちゃったっすね、そしたら。いた。いるわ。敵を発見したわ。はーい。リングが閉じるまであと1グレネードを投げた。はい、わかりました。これです。テルミット投げるわ。これ攻めちゃいますね。地区ゴミ虫がや。残り45秒。どうすか。飲みました。ちっちゃいですね。あー、ごめんなさい、後ろ。いやー、やりきれんか。これまたありがとうございます。あと一人。後ろ。あと一人。後ろはまとって。ああ。ちょっと待って、これなんか光ってる。だよね。ああ。よし、わかった。これです。かかんのか、でも、あと一人っす、あと一人。あと一人っす。じゃあ、なんかコメント持ってくれる。そいつそいつ。ここっす、ここっす。オクタンっす。いけるか、いけるか。当たれ。ああ、惜しい。おい、取り手なら勝ったわ。もう、うるせえぞ、乗り座が。うるせえぞ。あ、乗り物の上に、あれ乗っけられないですか、あのランパートのウルト。乗っけられますよ。マジっすか。あ、乗っけられますよ、全然。後ろっていうか後ろですけど。シーラ。上っていうか後ろです。それだけでもアンロックしたよ。それやるか、じゃあ。あ、じゃあ、え、他何がいいんですか。あ、買ってないのかな。ジブラルタルのなんかシード乗っけてんのは見ましたけど、ノラで。あれめっちゃ目立つから嫌なんだよな。あ、うん。コースティックとかダメなの。ジブラルタル、ああ、全然目立っても強いっすよ、あれ。目立つっちゃ目立つけど。もともと音でバレるし。コースティックのガスが一番意味ねえよな。意味ないんすか。うん、まあ。だって、その、なんていうの、スモークにもならないし。車で突っ込んでってもバンバン撃たれちゃうし。楽しいけど意味ないんで、僕のところに目くら打ちしてもどうせ当たるし。そうそうそう。あんま意味はないですね、確かに。楽しいけど。めっちゃ強いじゃんと思ったんですけど今。自分は強いな。で、ランパーとあそこにシーラー置いてもさ、結局撃たなくない？え、そうなんすか？車から。あんま意味なくない？車はどうせどっちみち遮蔽に置くんで。あ、何？運転しながら撃つとかないんすか？あんま。運転しながら撃つっていうためのものなんだけど、運転しながら撃つにしては、だって照準早すぎて撃てない。運転と撃つの早すぎるんですか。ああ、そうなんか。セイロみたいにはいかないっすね。絶対撃てない。絶対撃てないと思う。めっちゃ強かったのに。早すぎるのか、このゲームで。そうなんだ。あと、ヘイローよりもしかしたら、わかんないけど、体力が少ないかもしれない。ああ、いや、でも、プラグレない。あ、いや、あるか。アークスターがある、このゲーム。アークスターつけられたらいい。私がサポートするのはアクスター。どうなんだろう。グレネードとかどうなんだろう。車あんま、なんかこの吸着するグレネードがあって、それくっつけられたら爆発してみんな死ぬんで。やべえじゃないですか。強で、今の勝てたな。勝てそうでしたね。なんかしかも俺のとこをちょっと打ったんで。いや、そうなんだよな。アクサストーリー言ってましたからね。そう。いやー、フラットラインだったら勝ったなー、マジで。G7 マジでチンチンだったな、マジで、ほんとに。エイムをチンチンだったな、マジで。男性器だった、普通に。ひどかったなー。わー、もう12時かー。ゲームして。やだなー、仕事。いいですねー、仕事。あ、終わるとき言ってね。俺多分無限にやっちゃうから、俺そういう病気だからさ。あ、いいっすよ、俺別に。勝手に抜けるんだよ。行きます。言ってね。交代してもらって。いっぱい俺も。確かに。お前また打ち捨てる。俺が痛いんだよ。俺が痛いのダメ。犠牲が来たね。23個とも無限にやりますからね。俺ランパートマジで全然使ってないから忘れてたけど、スピファの、そうっすね、弾とかが増えるんで。増えるんだね、そういえば。忘れてたわ。デボーションとか。いいっす。LMG って最高って叫びながら撮ったらもらえますからね、言いますから。そうそうそう。LMG が強かったけど、あったかいな。言われてみればないのかもしんないね。BF?
まああれもアバガンだった。そんなに強くなかったですね。じゃあこの辺で出しますか。ほいひょ。やってらっしゃい。ちなみにヘイローは武器バランス悪すぎてほとんど同じ武器が使わないです。あ、そうなんだ。武器バランスが悪すぎる。いや、うん、まあでも武器バランスは悪すぎだから。はい。これなんかこれエリジウム行きません？うん、行っていいと思う。多分誰もいないですよね。もう行っていいと思う。これなんかあれだな、答え合わせしちゃってるからさ、すでにブラックマーケットでなんかあんま面白くねえなこれ。え、じゃあローバーやめた方がいいっすか？そういうことだね。なんか弾とか この先行ったらいらないっすか？紫ねえんだなと思いながら漁ってるからさ。ああ確かに。まあローバーに関しては紫見えてますからね。あ、そうか、そもそもか。そうそうっす。あ、ここレプリケーターもあんじゃん、最高。マジ最高、レプリケーター。も金武器もあるよね。金武器、そうっすね。金ノックとかあったりとか。金武器ってか、そうか、そう、金物、レジェンダリー。ね、中にフェニキがあるのかな。残り1分、リングは近い。大したことねえな。とりあえずついてリジウムなんか知んないけど、ここにこれ立てちゃうともう全面全部覆ってくれるんで。あ、そうなんだ。そうっす。ここ全域のアイテムがどこに何があるかはなんとなくわかりますよ。もうチートじゃん。もう関してはちょっと紫シール、いいセンスしてる。あ、これあったじゃん。いいものゲットしちゃった。イライラする。よし。お、紫マック。ちなみに紫2つありますよ。やば。紫二つ。ナイス。あ、デボーション。いらん。LMG 最高おばさんが使ってくれるかなと。おばさんじゃねえだろ。おばさんではない。わかんないです。ギリギリおばさんの可能性もありますよ。姉ちゃんだろ、まだ。スカピ。じゃあ、ローバーどっちですか？ローバーって言ってんだから、ババアだろ。そういう。あれ、日本語あったのよ。違う？ローバーじゃないですよ。そりゃそうだ。盲点。回復も潤ったの。なんかレプリケーターのウィークリーがあるのすげえだるいんですよね、これ。わかるわ。50個作れとかって。何個作れみたいなやつでしょ。どうすあれ、うざいよ。あ、2倍ねえのかよ。ゴミだな。取りました？まあ、いっか。取りました？もう1個取ります？はい。いらんて、もう。え？贅沢の2回も何回でも使っちゃえば。スピファ使っててもスピファのあれ見にくいんですよ、ね、アイアンサイト。終わり。やっぱ2倍見やすいよな。2倍見やすいですね。あれ20じゃないの？妖怪5足りない。うまくなる気がしねえ、このゲーム。遠距離のやつに対してもないですよ。ウルトで突っ込んでいくしかない。あんまりこの遠距離の敵に対して撃ち続けるゲームってなかった気がする。あばばば。体力高いし、多いし。遠距離の敵、撃ち続けるゲーム。ヘムロックのバラランが一回だったら死ぬぐらいですよ、デューティーって。2回か1、2回。マジで FPS これしかやったことないからわからない。あ、そうなんですね。ここの方が体力高いイメージあるけど。いや、そんなことないですよ。だってヘイローがめちゃくちゃ高くて。あ、ありました、乗り物。これっすよ、これ。乗っけれんすか、これ。
避けれますよ。やってみよう。やってみようぜ。この、ま、前の前とかのかっこいいだろ。なんだろうな。はい、なんかいい。なんかあった気がするんだけど。え？ウルトでウルトに発動して上に乗っけるんですよ。受けに乗っけるんですこれ。え？ウルト LR 押して。違う違う違う。乗っけじゃない使えないですよ。落ちましたね。落ちました。山口さん、じゃ山口さん乗って乗って大丈夫大丈夫です。大丈夫ですよまだまだ大丈夫ですよ。まあ大丈夫です。すごいタイミング。あーよかった。端っこの方避けたけど。わかんない。そういうバグかもしれないこれもしかしたら。そうなのかなこれ。横の操盤特有のバグですか。横サイド座った状態でランパがウルト使うとバグるっていう。なんか前のあの増幅壁越しに打ったら落ちるみたいな、みたいなあれみたいな、うん、あの理由面白かったですね。あれ今日は日本とかだけなんでしょ確か。そう、あの、もともとこれタイタンフォールのあのなんだゲームを使ってたんで、それに引っ張られちゃったんですよ。あの残酷表現、ゴア表現が日本版なかったので、でそれがその設定がなんか生きちゃったらしくって、でもそんなあのゴア表現用のそのグラフィックが用意されてないからおかしなものだったんです。なるほど。壁に胸は存在しないからエラー発っていうわけのかないエラーです。そう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 。あのゴア規制用のグラフィックが用意されてないのにそれを呼び出されちゃったからエラーが。そのせいであのあーダメだエラー起きてるわ。ずっとこのまんまっすね。うん。ここに隠しておきましょう。この乗り物はぶっ壊れないですね。そもそも爆発したり。いや、壊れなるんですよこれ。あ、するんですかこれ。一応。え、壊せんの？壊せるはずですよ。めちゃめちゃ体力で上がる。そう聞いた。壊せるのそっか、そっか、知らなかった。アンチこっち寄っててめちゃくちゃ良かったですね。いや、本当だよ。何回見んだよ、これ。で今回のさ、シーズン7のオープニングうるさくない？うるさいっす。あ、ブワーンってやつ、最初の。ヘアパケがある。なんかいつもうるせえ気がする。今回特別うるさい、マジで。ピーキーやー。ホライゾン。3の時めちゃめちゃうるさかったんですよ。シーズン 3? なんか氷のやつで。氷か。あ、こんなとこ地下があるんだ。なんだこれ。あ、ここに繋がってんのか。見るしかないし。なんか打ち方をこう練習しよう。うん？撃たれてる？いや、俺がこう、ちょっと、練習します。それは射撃訓練場でやってください。本当に。でけ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 で。ここにいるぞーって。あー戻った。いやもうお疲れーす。ここに。はい。あ、ほら、ほら。なりました。ちょっとじゃあ運転します。落ちた落ちた落ちた。え、マジですか？え、マジですか？うん。今一部始終見てた人いる？今俺の。いや。誰も見てないっすよ。ふざけんなよ。俺は石さんの方の配信見てるんで。じゃあ誰も見てるじゃない。誰も見てないじゃん。誰も見てねえじゃん。俺めちゃくちゃぶっ飛んだ。そう、俺がウルト構えてて、あのシーラ構えてて、その状態でこのままだと。だからやめるわ。さすがに。じゃあこの乗り物をちょっと置いてきます。話してみます。話してます。こうだと俺無限に曲げる。見ちゃったらもう乗らずに乗らずにやるんですよ。無限に曲げちゃう。とりあえずここら辺がギリギリ。なんかあんのかな。調べたらあんのかな。レッツゴー。え、じゃなきゃおかしいけどな。だって今までこんな落ちてないのに3連チャンで落ちてるってことは多分そういうことだと思う。この辺に隠しておきましょう。ここに隠しておきましょう。インストールされしてるファイルなんかおかしいんかな。かな。破損してますね。なんか破損してるのかもしれない。インストールし直し。やだよ。まあ、寝て、一晩寝てりゃ。寝てる時にやってりゃ。あ、治った、治った、治った。よし。よし、あ、よかった、よかった、戻った。よし。
もう そんなこと試すのやめよう。もう俺がやりますよ。俺が乗っける。俺が乗っけて他の人がちょっと やったらいいじゃん。別に誰が乗っけてもいいですよ。なんかこっちやと聞こえる。こっちかな。ここに移動しますね。殺そうぜ。こう行こう。殺そうぜ。殺気が高い。俺たち強いし。ガサキハマるから。いや、どうせやり合ってんだろ、バカだから。変形がすごい。どっち？右下？あ、違う、あれ。あ、そう。違うか。でもあれは、ライフラインの、ナムケさんの前から。あ、これやってるとしたらエステートです、多分、やってんの。エステート。あ、あそこ。左側。こっちの辺。はい、これですね、これですね。いや。あ、ロークもやってますね。ナムケさんの前いますよね、これ。なんか撃っちゃってる。ここ。行きます。はい。俺らも行きまーす。あ、言い方かっこいいね。ペロッと。デボーションがいるな。あ、なんか横にもいる、横にもいる。こっちもいる、こっちもいる。スマッシュブラザーズ。横にいる。危ない危ない。横見てこよう。横見てこよう。惜しい。ここレイス。いや、死んだじゃないですか。わ、かっこいい。出た。当たんねえ。55発もあって1発も当たんねえってどういうことや。グレネードを投げた。後ろ、右側が左から来てません？山クエさんの方から。サイレンス投げられてません？いや、サイレンス投げられただけ。だけか。来てはない。めっちゃ攻められてますね。忘れちゃった。見えねえ、黒くて。確かに。どこいた。そんなこと言うの。ああ、行く。大丈夫。電気スギット使うの？その。違います。びっくりした。なんでこれデフォでこれを。めちゃくちゃ贅沢だ。と、このバッテリーとかに注意が多いです。ああ、ダメだ。ダメだ。下がろう。こっち行こう。OK。ジャンプドライブは弱かったみたいな話を聞いて。遅すぎて。ジャンプドライブは未だに弱いでしょ。そうですね。あんまり強くないですね。あ、でも逃げられるとか、距離稼げるっていうのはまあまあありがたいですけど。瞬間移動だからね。瞬間っていうか。瞬間じゃないけど、全然。ちゃんと宣言してから行くんで。どこ？後ろだ。後ろ。あ、ここだ。ワープしてきた。こっちにもいますね、あと。おお。後ろだ。こっちもいんのか。シールドリチャージ中。敵を発見。こっちもいんのか。いや、そっちから入るのきついな。こっちからもありません。こっちな。オッケー。いや、スモーク頼む。オクタン。ありがとう。こっちにも呼びます、一応。シールドリチャージ中。ナイフ、ここないじゃない。もう四方八方、
脱出する。あと30秒で移動しないと。いや、ケツもやんないといけないしよ。左もいない。左もいいんだよな。内側から入れた入れた。ナイス。え、待ってた方がいいか。閉じちゃった方がいいかもしれないですよ、ここ、あれで。登れで。あ、いた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 。わーお。マジか。ジークルの強いのって。ええおう。あ、いるんか。あ、やべえな、どうしよう。めちゃくちゃの打たれ方した、マジで。喧嘩売られてんな、これ。ずいぶんと。入んないね。一人ノックしました。じゃあ、こいつはないといけます。ダウン。はいだ、はいだ。オッケー、終わり。舐めてんの今の。蘇生は無理でしょう。あぶねー、ピースキーパーが引いた。びっくりしたー。ナイス。あ、あと36秒で回収かですよ。いいよもう。いや、行きましょう。戻して行きましょう。起こせるポイントあるじゃないですか。ここでとりあえず弾補給しましょうか。あ、そんなもの。お、リスポンビーコンありました？か、紙リスポンか。これ38秒で降ってきて押すことができるのが。敵にも取られてるよね、俺の物資。一応取られてる。いや、敵の物資も一応あるはあるんで。あ、そっか。めちゃくちゃかよ、おい。めちゃくちゃ、マジで。まあいいか、遊ぼうぜ。チャンピオン取ろうぜ。俺がお前らの盾になってやるよ。文字通り。おい、ここにデスボックス後ろにあるんで。もう撃たないで俺のこと。あれか、ここ。な、何この物資こいつゴミかよ。バカバカ。でアーマーもねえんだこいつ。結構痛いんでやばいっすよ。最悪最悪。ハイドしてんのかな。ここか。ナイス。あざす。どこや別の舞台。おお。待って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 。あ、上か上か。もう一人上か。あ、レブルドで突っ込んできてます。あー、ごめん、ダメだ。失礼。下に二人いるよ。下に部屋の中に。いや、もうね。がっつりギョフリに行き、ギョフラレに行きましたね、もう。はぁ、スピファか。めちゃくちゃ、マジで、無理。めちゃくちゃでしたね。いや、でも武器あればいけたな、今のやつすげえ弱かった、普通に。なんでこいつらがここまで残ってんだってぐらい弱かった。ブラハ、あ、そっか。パス、クリプトだったかな。医師のパーティー探せるか。参加者。ちょ、ランパートやらせてくれ、もうちょっと。もううぜえ、今のマジで。なんで負けたの、今の。どっから撃たれてた、今。誰も見てねえんだ、俺。なんで誰も見たんや。なんで誰も見てねえんだ、俺の死に様。ファンでも何でもねえ。それぞれ楽しいことしてる。いや、本当に。
じゃあしょうがない。一さんの配信からヤムクエさんの配信に行くか。見て、いや俺マジなんで死んだか分かんねえんだよな。暑い日には鋼鉄の冷たさがたまらない。ホライゾンかスヤンロクソンの文書かな。あんたらが負けるときは、あと誰が残ってんの？いやまだあのオクタンしか、あの、そうなんだ。持ってるよ、はい、高くつくけどね。フリップ、いや難そうなの。フリップ楽しいですよ。やることめっちゃ多いけど、そうやることめっちゃ多くてうわーってなるけど楽しい。そんなないっすけどね。いや他のキャラに比べたら多いって。お久々ワールズエッジじゃないですか。これって時間帯で変わるんじゃないですか、なんかスプラトゥーンみたいな。そう、時間で変わる。そうそうそう。うわ、めっちゃみんな降りてる。めっちゃ久々。うおー、すげえ。流星群。フラグメント手前でもうほぼ降りちゃってる。わめっちゃ久々だなぁ。めっちゃ久々。どこ降りよう。完結戦。ええー。千葉系。フラグメント。いそう。いや、いなさそうっすよ。ここにワンパいますけどね。後ろ、左もいないから、誰もいないと思う。千葉県誰もいないの？神ジャンプじゃん。神ジャンプでしたね。いいジャンプでしたよ。やば。本当に完全に同い年だもんな、俺と今度な。そうですよ。完全に。おっとっとと夏だぜっていう。生年月日が全く一緒ってすごいよな。989111なんですよ、うん。亀田光輝と同じ誕生日ね。そうですね。ユンソナもそうですよ。ユンソナ、ドトキョウのリーダー。ユンソナって。懐かしいな。二宝ションを発見。時間とともに連射速度が向上する。人でやったらここにいる見てる人たちで友達でフレンドになって、そういう時にあれですよ、あのクラブ作ったやつ、クラブの宣伝する。クラブを使えば一日友達にならなくてもできる。なるほど。そうそうそう、みんなでやればいいのに。やるのであれば自分も参加します。うん、嵐もいるしねえ。なんか俺なんか一人やってるじゃん。で たまに誰か入ってきてやるっていう。全然俺ってそんぐらいがいいよ、やっぱ。そう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 。なんか一人でやってるけど、まあいるんだったらみたいなぐらい。どうしよっかな、どこで。ちょろっと流しておいてね。あれなんですよ、PC 版だから。PC に引っ張られるのかどうか。この辺にブラックマーケットだけ見ましょうか。気が強くなっちゃうんで、申し訳ない。まあでも、その腕に自信があるんだったら。いいんじゃない、別にカジュアルなら。いやー、それでこの間入ろうとしたら、山手さんたちなんか。あ、俺はやだよ。すぐにランクやってたんで。さすがに強かったな、俺もやったんだよな。いや、強え、やっぱ PC 版。てか、違うわ、動きが。これって本当にその、なんだ、大会で、うん、あのコントローラーで上位に入賞したとかっていう話は、まだ、未だに続いてるんですか？え、パッと、このゲームはパッと最強みたいな。うん、パッとの方が強いよね、でもね。いや、でも聞いたことないですよね、そんなこと。今までのゲームで。倍ぐらい違うんすもん、だって強さ。PC 版とコンシューマーじゃん。だから PC 版の人が当てて、コントローラー使ってるんですよ。そうでも、その、ほら、プロゲーマーとかってスポンサーがいるじゃないですか。あ、キーマウの人いるね、普通に。そう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 。ま、な、ロジクールのマウスとか。使わなきゃいけない。使わなきゃいけないでしょ、そんなん。だからスポンサー激おこらしいですよ、ね。でしょうね。だからあの APEX の大会少ないのはそういうことらしい。オートエイムが行き過ぎるってことなんですよね、結局。そう。まあ確かに前からオートエイムあったんですけど、やっぱりエイムはマウスの方がっていうのが多いけど、なんだろう、この遠距離で打っちゃうのが多いからかな。だからプロゲーマーの間でそれが議論になるならわかんないけど。
なんか一般人までなんかそれでなんか PC パッドはなんかどうのこうの。あ、いる。いた。いますよ。行きます？待て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 。待て待て。あ、めっちゃ撃たれてる。お前は、助けて。お前は一人だぞ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。落ち着けな、落ち着けな。増配りゲードを展開するよ。え、このスモーク誰？誰の？敵？いた、ここだ。ここにいます。白アーマーだなぁ。いますいます。今行きます。中ですか、それ。上。上取られちゃったんですよねぇ。OK っす。これでなんとか。お、いいシーラーの出番じゃないですか。お、どこいる？なんか下の扉がちゃんと開いてる。見えねえ。爆発に間に入れて。あ、ここにいるね。また34。よし、倒した。強敵をダウンさせた。あと、どこどこどこ。さあ取っちゃいますよ。近い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 。こっちから。敵のウルトそれ。山形さんも向かってます、ね。ああここに一人後ろかな。ハト。行きまーす。ここ今取った弟。あ違う違う別部隊だこれ。あぶねえ撃ちゃい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 。あホライゾンとここず別パス。そうですねこれ撃ちゃ。俺上。上上がってまーす。あーめっちゃ別パ、めっちゃ別パ、めっちゃ別パ、助けてー。勝手に行ったのは僕です。はい、めっちゃこっち来てます。倒した。あざす。下手くそすぎる。シールドをリチャージ中。いやーいや回復するべきじゃなかったかな今これ。ここうるさいかな。いや大丈夫。いや必要。やめてー。めっちゃやられてる。あ？うん。一人やられたよ。あいった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 。ナイスー。ホライゾンあと1体ですね。さすが。いや、まだいる。こいつか。またさらに？いや、これが最後。なんか少なかったぞ、今。1人が撃ってきたわけで。やっべ。どこ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 ？ここ。どうばっか。ナイスよし回収しよう回収しよう回収しよう待て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 また来た違うやついや間違いなく違うやつでしょうねツリー方面から来たんですね多分全然違う全然違うちょっと回収だけしたいなふざけんなよめちゃくちゃのめちゃくちゃマジでチャーラチャーラとかもう卒業しろよエイペックス向いてねえよチャーラ使ってるやつマジで逆に向いてるのかもしれないですよ。ハンマー取った時全部チャラいっすよ。ゴミゴミゴミ。マジで。もうふざけてるよ、もう。びっくりした、今。チャラいは本当ダメージ出しやすいです。そう、弱え。今日もチャラいで。クリプトで1800でダメージも出ました。あと200は出ないけど。いつも。惜しい。ヘムロックないのか。こんなに愛用してるのに。弾がない。俺が泣いたら、出せたのにな、ブラックマーケット。突っ込むから。それに関してはもう、なんのあれも言えない。アイテム使ってるよこれ。ちょっと今こうやってる。いける？来れる？来れる？行きます行きます。あそこの物資クソ馬だからハーベスト戻ってもいいと思うけど一応復帰させちゃうね。そうですね。復帰させて。
ちょっと遠いんだな。1分あれば行けんじゃねえかな。いやー、もうこの辺で漁った方がいいかもしれないですよ。でも厳しいか。俺らも物資結構潤沢だから。大丈夫ですか。いいよ、好きに漁っちゃって。これ今週までやってる時チートに会ったことあります？ないないっすよ。さすがにないか。うん、チーターってそもそもなんかあんま俺らのレベルだと判別できない。あ、これチーターじゃんって。そう、あ、うまいな、負けたってなる、うん、だけみたいな。さすがに早すぎると気づくんだろうけどね、なんか溶け方が。その距離で前段みたいな。もうそんなわけあるみたいな。なんかこのゲームチートなんか特殊らしいんですよね。弾が当たったことにできるっていうチートだから、なんか弾が曲がってるんですよ。ああ、そういうことか。PUBG よりマシですよ。まあ。PUBG は腕が伸びるんで。どういうこと？銃を持つ腕が伸びて。位置が変えれちゃうから。アーマーが欲しい。あれはエグかった。チートソードって、旗から見てるだけだから面白いね。確かに。プロゲーマーたまたまじゃないけど。そうだね、本当に。でもあそこの中には、大会の中にあんまり来ないんで、そんなに問題ないですよ。なんか、プロゲーマーがなってましたよね。どこぞかのプロゲーマーが。あ、俺、チーターじゃねえんだ。あ、バカ、待って、来た。あいつクソチーターだよ、あれ。チーターっすね。間違いない、チーターっすね、あれ、チーターかもしれないです。自意識も高そうなアイコンだし。あの映像見たけどやばかった、動画。見た？見ました、やってる最中にバンされてます。俺チーターじゃないよって釈明会見してる最中に。釈明ってかさ、手元動画でしょ。そう、手元動画っす。意味ねえだろ、あいつの手元なんか映してもいくらでも。ダメだ、開始するわ。か、やりづれ。どこ行った。上っす。ホライゾンが上に行きました。ついてねえ、こいつ。できないよ、刺してる。あー、また落ちちゃった。どこ？ここっす、この奥っす。ここ中入っちゃいますよ。あー、ごめん。おー、閉じ込められた。入った。びっくりした。たた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 
ここで片付けられれば。あそこで撃ち合ったとこ行きます。撃ち合った行きます。行こう。俺は回復してから行きます。たやべやっちゃった。当てた繰り返して2回。やべえ、ごめん。死にかけ、死にかけでもう一人自分アウトル。ナイスまだいる。ナイス山か。あー無理もう一人。こっち見りですナイス。あぶねー、全部まだいる、まだいる早く。まだワンパイいる。頼む。また来てる。いけそうだな。けどね、ここだ。ナイス。違う。来た。あ、いた。ここ。あっちに。バンガ。ここにレイス。あそこで張ってんだよな。私のものになりなさい。バンガローが死にました。残り10秒。シールドリチャージする。
あー、いけいけいけ、もう無理無理無理、ここレイ完全に張られてるもん。いやだよねー、あーいや2人いたからダメだ、こいつ殺したとしてもな。いや多すぎ、すーごい。あ、1300ダメ出してんじゃん。なんかおーすごいいました、ずーっと撃ってた。いや今のヘムロックすげえ強いな、やっぱ時間かかりすぎたな。うーん、まあ何パーティーいたんでしょうね、あそこめっちゃいましたよ。2パーティー倒しましたよ今、大盛り上がりどんちゃん騒ぎまして、よし2パーティーやったな普通にあれだね、ハーベスターも、ハーベスターも合わせたらもう何パーティーやったよいい試合だったらもうやめます。出ます。はい。なかなかそれが来ねえんだ。そうなんですよね。エーペックスの問題ってそこなんですよね。いい試合が来ねえっていう。今ぐらいやったらいいですけど、あ、今ぐらいはもう全然出れた。ちょっと悩んだんですけど、まあもう一試合かなみたいな。だろうな。ちょっとだろう、俺死んでたんで。消化不良感もあるんで。身内で戦い合ってんだったら別に、まあ、最後に3体とか一応決めないんだけどこれ強力だもんな。今回のチャンピオンです。コールオブデューティーの新作出たんですけど、もう話題ないんないですかね、あんまり聞かないですね。ファンは結構やってる人多くない、そんなこともない。なんか一時期みんなやったけど、すぐやめましたね。あ、そうなんすか。コットは結構好き好みがはっきりするからな。まあでもいつも通りですよね、きっと。そう、いつも通りです。いつも通りのコールオブデューティー。あんまり。だから多分、そう、コールオブデューティーをずっとやってる人は、またずっとやるんですよ。基本的にやっぱりもう有料対戦は流行んねえのかな。なんかそう感じてきたんですね、ちょっと。あんだけ話題だったコールオブデューティーもブラックバトルフィールドもこけて、無料で遊べるこんだけ面白いゲームあったらこっちやるよな。やっぱ今でもな、はや、やっぱ流行りなんだな、きっと流行ったら儲かるんだろうな結局ね。なんか金払うやつだけがお客様ってわけじゃないですね。そうそうそう、結局だってそれ無課金っつってるけど、結局課金してるやつが5万6万払ってるやつもいるじゃん。そうそうね、しかもその人たちも流行ってなかったら払わないですもんね。そう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 、流行るってことがめちゃくちゃ重要なんだ、やっぱ。だって今度のコール、じゃあヘイローも無料だよ、あれ対戦だけストーリーは買ってる、ね、あ、ヘイローを無料で遊べんの。今度出る、来年出るインフィニットの最新作は、無料らしいです。対戦、ただ全部じゃないっぽいですね。すべてのモードがじゃないけど、基本無料で遊べる部分はあるよ。無料で遊べる。ヘイローってあのチームスレイヤーっていう、なんていう、4対4とか5対5で戦うやつが基本ルールなんで、多分それが無料ってことはほとんど遊べちゃうじゃんみたいな。で、ちょっと前までは、ちょっと待ってか、数年前はあの DLC マップとか結構あったんです。払ったらその DLC マップ買ったものと同士、やつ同士だけ戦えるってやつ。それも全然途中から。それ面白いね。いや、買ったやつしかマッチングしないんで少ないんですよ、結局。あ、そういうことか。そう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 。そんな Apex でやったらめちゃくちゃ盛り上がるんだろうな。あ、どうなんすかね。俺でもなんだかんだ言って払えない人は払えないですからね子供とかは絶対無理じゃないですか。あ、まあね、まあ無理だし、なんかお小遣いが厳しい、お父さんとかもちょっと厳しいし、どっかにバッテリーがあるぞ。あ、販売あ、いらない、あんま好き。基本無料なんかな、やっぱ今スコープを発見。どんだけ無料で遊んでんだよこのゲーム。払いました、お金払いましょうよ。払いました、みんな払ってないよ。バトルパス
友達からもらって払った。もらったんすよ。そう。ああ、そうか、バトルパスっていうシステムもらって。バトルパスの、そのなんだ、お金をとりあえずエーペックスコインもらって。ああ。会社の上、友達とか会社の上司というか。ああ、でも、ゲームで、このゲームしかしないよっていう人は別にちょっとぐらい、毎シーズン払ってもいいなって感じですよね。いや、あの、バトルパス上がっていくと、コインもらえるんで、一回買うと、やり続ければ、ただなんですよ。ああ、そうっす。そうか、そういうシステムだったっけな。それがなんか、厳しかったのが緩和されたみたいなの見た。そうっすね。でもなんかそんなに、ガツガツした課金じゃないですよね。ちょっと払えばみたいな。まあ、1000円課金すれば一生遊べますよ。ガチャゲ、ガチャのソシャゲより以下は全然安いっすよ、ね。でもこれガチャゲですよ。まあ、だと、でも、なんだ、欲しいスキンって大体この、なんだ、シーズンパスみたいなの買えばもらえるんじゃないですか。欲しいスキンとかになっちゃうとね、もう多分ね、入りなかったり。逆に。ああ、そうなんすか。ムムンさん、これに1000円払ったんですよっていうなんかエモートあって、それみたいな。あって、いる。はい。ちょっとー。待って、遠い、俺らめちゃくちゃ遠いとこに。ごめん、ちょっと待って。いけるかしら。あ、OK。ワンノック。いや、待って。次が来るじゃない。急ぐよ、俺。可能性ありますね。急ぐよ。来なかったっすね。え終わり。終わり？え？一人で終わり？いや、ジャンプタワーで行く？ジャンプタワーの方が、いや、どっちが早いか分かんねえ。なんかもう、ゆっくり行こう。あ、二つ持っちゃった。すいません、適当に終わらせちゃったんで。最強かよ。かっこいいな。いいなー、それ行ってみたいな、そういうの。適当にちょっと終わらせちゃったんで。ね、かっこいい。ポキポキって。なんか逃げた瞬間、見た瞬間レース逃げたんですよね。あー、ちょっと向こうはやべえって思ったんだ。おだけど普通に打てちゃった。ビファの腰打ちで全然当たってくれたんで、登る最中で死にましたね。あー、やっぱ登るとこってすごいっすよね。これかなり硬直ある。これお入りましょう。いいなー。家か。いや、開いてんね。開いてます。今、ツリー方面から来たやつだ。あ、光らせた。ドッキ入れてる。あ、そこだ。は、どこ？どこ火力の奥か。多分殺し行こうぜ。どこで吹き入れてんの？この裏か。入ってて出てた。標的を発見。あそこだ。反対側から俺。20。一発しか飛ばなかった。どこ行きました？おおおお。あそこそこ。敵を確認。あそこだ。なんか右側。あ、喧嘩打ってきたのが。リロードする。さあ、みんな、普通の始まりを。わった。いや、紫こいつ。ごめん、死んじゃった。見えねえ。私たちだけ腹をくくって。あー、ごめんなさい。あのバナーを取って早く。やられちったー。レイスに普通にリベンジされちゃったな。アクスタンを投げた。このまま俺はリングで死んでやる。ダメだった。ちょっと待って、これ何をどうすればいい。逃げていいっすよ。回収できんのかな。回収多分無理じゃないですかね。回復持ってればできますけど。え、まあ回復あるんで行きます。裏から。待って、シ
ルドをリチャージする。リングは遠い。この線路回ってぐるっと裏回った方が早いかも。線路回って、あ、いや、そっちじゃない、線路外側から。線路外側から回って。シールドをリチャージ中。回復中、援護して。下手したら多分ブラハとレイスいると思います、多分。まあしょうがない、間に合わなそう。山倉さんは間に合う。山倉さん間に合うかな。もう一人散歩してる時一番つまんねえんだよ。あー、揺れる。応急処置を行うが。長っ。バナーを手に入れた。戦場に戻してあげましょう。あ、俺の中に回復があったやつ。ああ、まあまあまあ俺も言い忘れて、取られてたかな。 FPS かさきやん。まあ APEX だけなんだ。回復中、援護お願い。でもなんか日本特有らしいっすね。こんな日本ではオンリーワンで流行ってるって。海外だとコロビューティーも遊ばれてるんだけども、日本では全然遊ばれないっていうことを聞いた。 CSGO とか多いですからね、海外だと。ああ、そうですね、 PC の FPS 盛んですからね、海外。残り45秒。日本人は流行ってるものが好きなんで。ああ、それはあります、ね、バロラントとかあるけど、あれもう PC だしな。自分の周りだと普通にポルトビューデューティーとかやってるんで。ああ、やってます。やっぱりあのやっぱコアゲーマーじゃない層もエーペックスやってるっていうのが多分でかいと思う。ああ、そう、従来の FPS ユーザー以外も遊んでるからでかいんだよ。あの山小屋さんが始めたらあたりのタイミングでめちゃめちゃ増えたらしいですね。あ、なんかあったんすか。うん、めっちゃ飛んできてる。めっちゃ飛んできてるけど、回復に俺。やだ、逃げて。やだ、逃げて。ちょっと待って。かっこまれてるしな、そして。おうおお、なんでだよ。まあまあまあ、死ぬでしょうね、これは。ヘルプ。出口、そっちじゃやめて。やべ、無理あの上にいます。もう俺も死んだ方がいいな。やることねえぞ、これ。ケアパッケージが来る。何これ。投下地点に向かう。何このクソゲー。シールドをリチャージ中。ここにいます。絶対助け合わないからな。あっちに敵がいる。あ、めっちゃ来た。めっちゃ詰めてきた。めっちゃ詰めてきたー。何を食らってるこの音は。あと1回。あと1回で。あれ？何にも面白くない。ありましたよ。時間の無駄だよ。時間の無駄。4名にも煽られた。もう死んでるし。ふざけんな。4名には、4名にも煽られた。うん、4名にも煽られた。あー。で、今調べたらさ、はい。桃鉄の1位。さっきやってた俺のモードあんじゃん、はいはい、10年とかやるみたいな、はいはい、あれの俺さ196億でさ696位で、はい、まあまあまあそんなもんかと思ってさ、で調べたらさ1位1900億だって。1900億ってどうやったの。宝くじ当てたってこと。あー、そっか、それもあるんですね。運ゲーですね。でもそんなのってねえ、実力じゃないよね。実力ってあるんですか。あるあるあるでしょう。桃鉄はめちゃめちゃ立ち回りゲーだよ、マジで。たはいいけど、あんまやったことなかったからな。まあ、確かにや。PS1 とかスーファミの頃ぐらいにしかやったことないんで。全然やってないもんな。カードゲームだからな。まあカードゲームかあるもん。
あれカードゲームか。カード強いっすよね、うん。カードを集めるだけのゲーム。遊戯王。遊戯王だから。ドローする。そう、モーテスは。ないよ。食っても。見つけてみなさい。だって思いなかったもん。さあ、私がジャンプマスターよ。準備を。勝手に食うから。いつでもおいで。アジャイシェガで迎えてあげる。いいなあ、モーテスもなあ。買いましょうよ。面白いっすよね。やりましょうよ。やりましょうよ。俺買ったんで。もし一緒に戦っていたら、やろうぜ。年越し、年越しやろうぜ、年越し。年越し。あ、でもいいっすよ。本当にそういうゲームですよね。実際。そうです。なんか食いながらダラダラすんのがいいんだよな、あれ。そうそう。友達ん家でな。いや、めっちゃわかります、それは。おこた入ってな。途中寝たりしてな、友達が。勝手に武器売るんですよ。勝手にやって。カード全捨てしてな、まず。でも俺結構ドカポンも好きだったんですね。ドカポン知ってます？ドカポン友情破綻ゲームって言われてる。ドカポン12月に出るんですよ。ただ、あの、なんか歌われるものっていうすげえ昔のアニメの。あ、歌われ、はい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 。歌われのキャラクターを使った、なるほど。ドカポンなんですよ。それはドカポンなんだと思うの。キモ。じゃあ、あの、わけわかんねえさ、あの、なんて、二等身のキャラクターが良かったのに。いや、二等身ですよ。あ、二等身の歌われるもの。二等身で、そう、なんか、どっちかっていうのはドカポン色の方が強く見えましたけどね、パッと見は。しかもシステムも一緒だし、うん、なんか必殺と攻撃とかじゃない、名前が違かったですけど、なんか切り札みたいな必殺が。いやでもそんなキャラっすよ。あのじゃんけん好きだったけどな。でもその、あれ面白い、その感じは残ってんだじゃん、じゃんけんの。じゃんけんの感じと、あと、なんだ、あの、村、占拠してる村を、とどめさせた方が取られるみたいな。面白そうなんてか、ドカポン好きなんだよな、やっぱ。性格悪いこと、すごい面白い、やっぱ。こっちに進化シールドを発見。いや、もう一方的に誰かが潰されるまで待つ時間あるじゃん。ああ、はい。あれがね、俺、ちょっとグロくて見てらんねえんだよな。でも、あの、なんだっけ、あの、悪魔に魂を打って最下位のやつが最強キャラになるっていうのは、あれも面白いですね。今まで恨み。今まで恨み。ちょっとさんがまた落ちた。落ちた。なんかやっぱりめっちゃ落ちますよね、PS 効果。あんなんだろう。そうなんすか。だって俺しか落ちてないよ。うん。あ、そうなんすか。うん、山倉さんがめっちゃ落ちるって話です。そう、俺だけが4回落ちてるもん。みんな0回だ。あの。でもなんか最近、なんまあ聞いただけなんですけど、あれ、なんだっけ、これ、サーバー攻撃して、ランク上げようみたいな人いますよね。ああ、重くするってやつですよね。そう、中の。すげえマッチが遅いことはありません、ね、あれ、落としたんですか、もう完全に。え、いなくなった いなくなりました。はははは、あ、ロビー行っちゃった。あ、ロビーいるわ。うわ。わお。うんち。どうします、これ抜けます、これ抜けますよね、味方抜けたら。どっちでもいいっすよ、うん、抜けましょう、これ味方抜けたら。いや、だってこれ味方抜けたら抜けれますよね、こうやって。別に普通に抜けなくても抜けられますけど。え、そうですか。なんか味方抜けた時普通に、あ、なんかペナルティないんだと思って抜けれたんで。ペナルティはね、ランクマは何もタイプ、あ、ランクマじゃない限りは。あ、そうなんすか。ないっすよ。え、抜け放題じゃなければ別にいつでも抜けられますよ。抜け放題じゃん。だからさっきめちゃ抜けられてたじゃないですか、今。さっきやってた放送で。じゃあ抜けちゃいましょう、これ。アイテムを漁る時間ができたわ。もうごめん、なんだよ。じゃあ山倉さんがホストにしましょう。あんま関係ないかもしれないけど。あ、入っちゃった。ん？いや。あ、もうじゃあ抜けちゃいました、こっち。あ、いや、一緒のパーティー入ってる。あ、オッケー。じゃあ俺。じゃあ、待って、一旦、俺抜けるんで、こっから。ああパーティー離脱するんで、ちょっと山倉さんもチームに入ります。まあ、OK。そうしてみよう。ちょっと変えよう、こういう時は。これでどうします？ 3 人とも落ちたら。
山倉さんのチームに入ってホストになったから。あれ細だった。ちょっと変わんないかこれで。何かが変わるかもしれない。はい。金全員落ちるかもしれない。ウイルスじゃん俺。そういうウイルスじゃん俺がもう。なんだよ。ラストだったのに。下手が震えちゃうよ。ごめんごめん。これでラストだから。ファイナルラストですね。ファイナルラスト。ファイナルラストリベンジマッチだから。でも本当にこれなんかサーバー攻撃されてなんだ、うんうん、落下した先に2人しかいないみたいな話。へえ。なんか2部隊っていうか2人しかいないみたいな。あ、わざとそういう敵を数的不倫の状態にするってことを落として無理やり。もうそう落とすみたいな。射撃の時間よ。ええー。なんかそれがトップランカーだったらしいんですよ。なんかそれで登ってきたの。まあでもチートもなんだかんだ言ってお金稼ぎのためですから、ね。あのよく中国のユーザーがやったりするけど、あの高その高ランク帯のアカウントを売るためにやってるんで。だからそう買うやつがいるからだよね。そう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 。すごいっすよねこの世界。いる中国で俺も別にいらないと思う。ここでプログラマーを教育に、これからプログラマーの時代だっつって大量にプログラマー教育した結果、そんなに仕事がなくて職にあぶれたやつらがそうしてるらしいですよ。ああ聞きましたそれ、そう仕事ないからそういうやつで金稼いでるっていう、自分のプロそのチートツール作って。いやなんかちょっと政治的なそういう意味もあるんだね。意味っていうかその、そうなんです。被害者でもあるんだ。そう。いや中国はやっぱ結構そういうとこ厳しすぎたら学歴社会すぎるし。モザンビークハボクとかも勝てる気しないよ。チートなぁ。未だに。未だにチートしたしないかで言われるじゃん。なんか前ニコニコ動画ですごい事件あったんですよ、チートの時。コールオブデューティーのスーパープレイみたいなやつを自分で上げてて、うん、でその人がその生ニコニコ生放送ランキング1位みたいなすごい人気なんですけど。え、まさか。みんな知らないんですよ。てか、あの今週まで遊んだので PS3 と Xbox360 で。うん、そういうチートがあるってこと知らなくてみんなもてはやしてて、あで PC のその時はプロゲーマーって少なかったんですけど、コールオブデューティーでもないんですけど、カウンターストライクのプロが、うん、えこれどう見てもチートだろみたいなこと言って、うん、あそうチートっていう文化がなかったから誰も気づかなかったんだ。あーなるほど。でもなんすけど結局このそいつを連れてきてちょっと目の前でじゃあこの PC 使ってやってって言ってやらせないと分かんないんで、うん、その人は未だに白かどうか分かん、あの黒かどうか分かんないっていう話、信じてる人も多分いるだろうし。この間話題になってたプロゲーマー疑われたプロゲーマーの人も、はい、あいつもだって結局なんか APEX 上に聞いてますみたいな感じで逃げようとしてるもんね。やっぱりその白黒つけらんないですよ。どう足掻いても俺らは、いやどう考えても使ってるだろうって、もいや証拠あんのって話になって、じゃあオフラインでやるしかないよね。だから匿名の人がやっちゃったらもう分かんないですよ。そんなプロゲーマーの方がマシっすよ。確かにその人未だに、だって確かその人未だにいるんじゃないっけ。あ業界に動画作り続けてるらしいっすよ。でてか動画ってもすごいっす。あれボット打ってるんですよ、ずっとオンラインじゃなくて、うんオフラインで CPU 打ち続ける動画っていう。いや絶対違うだろ。じゃあ別にいいんじゃない。まあ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 確かに別に誰にも迷惑ない。で対人戦じゃないければで、なんかコールオブデューティーニコニコ動画大会みたいなやつがあった時にあまりにも有名すぎたから、その解説役として呼ばれたんですよこの人。うでそしたらあの足音だけで敵の位置わかるって言ってで足音だけでそこにいますって打たして、うん、あじゃあ打ってすげえ壁抜いて打ったかったみたいな時あったんですけど、うん、それスペクターモードみたいな、スペクターモードってあの完成モード、おあの客観的に見れるこのあのなんて言ったらいいんだろう、
カメラを浮かしてこう上から一眼見てくるって。うん。そう。でもそれ証拠ないじゃんとかって言って終わったんですよ。何でもかんでも証拠だな。いやでも本当なんですよ。だって確かにそうなんだけど証拠ないよねって。覚えた。だからもう本当 PC で FPS やってる人はみんな敏感性それ。なんか海外ゲーマーの俺一個だけ見たことあるんだよ、チートが配信でバレた瞬間のやつ。ああ投げ捨てられたやつか。ことで PC。あ違う違う、配信中に、ああお前それチートのチートだろみたいな、今の打てるのチートだろみたいな、今の勝てるとかチートだろみたいな感じで言ったら、今のも見えないのかみんなにはみたいな、でそのまあ鍛錬を積めば誰だって見えるようになるよみたいな、大体なんかそう、なんかプロゲーマーを褒めるためになんか何かをなんかけなすような言い方するのは僕は気に食わないみたいな感じで、めっちゃ煽ってるパソコンの画面に思いっきりチート画面映ってるやつですね。思いっきり映ってて、でそれでみんなに指摘されて、オーノー、オーマイゴートみたいなこと言ってましたね。めちゃめちゃ面白かったね。すげえって思った俺も。あんなことってあるんだ。そう、めっちゃ生きてたよねあいつ。タスクマネージャーに思いっきり乗ってるっていう。思いっきり映ってるっていう。喋ってる最中に、ね。そう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 。あれおもろかったなぁ。あれはコールデューティー、ワーゾーンだっけ、なんかこれと同じようなやつのデューティー版みたいな。そっとしたわあれ。でも上手い人がちょっとブーストするためにチート使ったらわかんないし、それはやめられなくなると思いますよ。そうだよな、よっぽど露骨じゃなかったらわかんないもんね。リコイル制御ぐらいだったらわかんないですよ多分。馬って思いますもんね。リコイル制御上手すぎだろみたいな。ウォールハックとかね、ウォールハックとかもなんかイルイルイルって言っちゃえばいいもんね別に。そのなんていう、ああ足音でとか。そっちの方に例えばさ、その照準が勝手にオートでオートエムで向いちゃうみたいなのが露骨になっちゃうから。でもウォールハックだけだったら壁の裏見えるだけでしょ。ちなみにそういうチートってバレないようにするために作ってるんで、あの確率も変えられます。だからわかんない、多分今のできなかったじゃんみたいな。あ、そうなんだ。そう、毎回その標準がこう吸い付くみたいなんじゃなくて、なんていうんだろう、確率でなったりなんなかったみたいな。でもめちゃくちゃだな。あと配信に映んなかったもできるし、そのなんだなんて言ったら、エアロっていう機能が Windows にあって、それあるとなんか配信映んないよっていう、なんか、うん、起動してても配信に絶対に映らないように。そう、そのなんだ、ウォールハックで敵の点だけをエアロ設定すれば配信乗っかんないから。そんなことだったらわかんないよな。一般だな今何でも。いや昔からあります、昔の話です。それ今のはわかんないですけど、昔はそういうのがいっぱいあった。やってますね。やってるやってるやってる。いた、来た。標的をダウンさせた。クラフトしてやがんな。こいつはない、こいつはない、こいつはない、こいつはない。ここここ。さあみんな、苦痛の始まりよ。たた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 。早く。シールドをリサーチ中。はい。あ、そう。敵4体、敵4体。お祭り。いっぱいいる。撃っちゃってる、撃っちゃってる、撃っちゃってる。さらにそれが撃っちゃってる。違う違う違う、なんか違う。違う、ディボージョンが横から来た。ワンピー食ってる。やべやべ。違う違う違う、ごめんごめんごめん。二人、俺の前に。あ、ごめんなさい。おい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 。助けてー。頑張れ頑張れ。ここミリ。ピロだ。あ、最悪。ナイスナイス。おお、ナイス。あ、後ろからさらにベッチ。こっち見てます。こっち。おお。あっ。あっ。ちょっと守れ守れ。俺守れ。ベッチいる。俺が守れ。おめえ。俺守れ。これは誰がキーノックなんですか。俺。向井さん。めっちゃ来ましたよ後ろから。
回復してるんです。よし、ここがどこか。あっ、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 イシさんで、はい、やってたら入りますよ俺。ああ、じゃあ やってたら呼んでください。多分ここでやってたりもするんで、ディスコード配信してたら、ああ入ろうかなみたいになります。いやダメだったな。いや、よかったんだけどな、すげえ当たってたから。うん、敵多すぎた。エイムは良かった。うん、しょうがない。これは運です。クラブってなんか他にできないんですか？チャットとタイムライン、ちょっとタイムラインだけ。うん、そう、知らせ。ゴールド3まで行きました。なんか、ひらがないでかっこいいですね、これなんか。ゴールド3まで行きましたって書いてある。じゃあ、俺は抜けたので誰か入ってください。あ、俺もね、やるわ。寝ます。俺は寝ますよ。みんな起きてるのか、寝てるのか。さっき D キャットさんが入りたいみたいな感じで言ってましたけど。ああ。D キャットさん。そう、一緒にやってチャンピオン取ったっけ。今回は両目を開けて。今回のシーズンまだ誰が入る。誰が入る。このキャラだったらアンロックするのどれがいいですか、はいはい、ホライゾン。ホライゾン楽しい。ホライゾン強いですよ。あ、強いですか。うん。新キャラにしたら強いよ。あ、上取れるのがホライゾン。そう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 。あれないな。じゃあな、俺寝るわ。はい、俺も寝ます。え、寝ちゃうんすか。うん。寝るっしょ。じゃあな、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。いやあ、そっか、フレンドにしとこう。どれだっけ、あれ全然あったっけ。何食ってんの？すげえチーズ食ってんじゃん、お前。ほとんどないじゃん。マジかよ、お前。ずいぶん前だぞ。歯磨いて寝よう。みんなお休みして寝よう。おやすみなさい。